ミオグロビンとそのリガンドであるヘムが結合している。PDB 一因母に基づく。生化学や薬理学では、リガンドとは、生体分子と複合体を形成して、生物学的な目的を果たす物質のことを指す。タンパク質リガンド結合では、リガンドは、通常、標的タンパク質上の結合部位に結合することで、シグナルを生成する分子である。 この結合は、通常、標的タンパク質の介在生態の変化をもたらす。DNA リガンド結合研究では、リガンドは DNA 二重螺旋に結合する低分子、イオン、タンパク質のいずれかである。リガンドと結合相手の関係は、電化、素水性、分子構造の関数である。結合のインスタンスは、時間と空間の無限の範囲で発生するので、 その速度定数は通常非常に小さな数である。結合はイオン結合、水素結合、ファンデルワールス力などの分子間力によって発生する。関連付けまたはドッキングは実際には帰りを介して可逆的である。リガンドとターゲット分子の間の測定可能な不可逆的共有結合は生物学的システムでは非典型的である。 金属有機化学や無機化学におけるリガンドの定義とは対照的に生化学ではヘモグロビンの場合のようにリガンドが一般的に金属部位で結合しているかどうかは曖昧である。一般的にリガンドの解釈はどのような結合が観察されたかという文脈に基づいている。その語源は結合するという意味のレガルに由来している。 受容体タンパク質に結合したリガンドは三次元形状の配向性に影響を与えて立体肺座を変化させる。受容体タンパク質のコンフォメーションは機能状態を構成している。リガンドには気質、阻害剤、活性化剤、脂質依存性イオンチャネル、神経伝達物質などがある。結合率はリガンド結合神話性と呼ばれ、この測定は 効果の傾向や強さを代表するものである。結合親和性は、ホスト、マイナスゲスト相互作用だけでなく、溶液中で非共有結合を駆動する、支配的で立体効果的な役割を果たすことができる溶媒の効果によっても実現される。溶媒は、離難度と受容体が適応するための科学的環境を提供し、その結果、パートナーとして、お互いを受け入れたり拒否したりする。 放射性リガンドは放射性同位体標識化合物であり、PET 研究のトレーサーとして、またインビトロでの結合研究のために生体内で使用されている。特にタンパク質と特異的に結合するリガンドは微量であっても生体に対して非常に大きな影響を与える。そのため薬学や分子生物学の分野では重要な研究対象になっている。 リガンドとその結合部位との相互作用は結合親和性の観点から特徴づけることができる。一般的に高親和性のリガンド結合はリガンドとその受容体の間のより大きな吸引力によるものであるが低親和性のリガンド結合は吸引力が少ない。一般的に高親和性リガンド結合は低親和性リガンド結合の場合よりもリガンドによる 受容体の占有率が高くなり、滞留時間は相関しない。リガンドのレセプターへの高神和性結合は、結合エネルギーの一部が、レセプターのコンフォメーション変化を引き起こすために使用され、結果として関連するイオンチャネル、または酵素のような変化した挙動をもたらす場合には、生理学的に重要であることが多い。生理的反応を誘発する受容体に結合し、 その機能を変化させることができるリガンドは、受容体アゴニストと呼ばれる。受容体に結合しても、生理反応を活性化できないリガンドは、受容体アンタゴニストと呼ばれている。類似の結合親和性を持つ2つのアゴニスト、受容体へのアゴニストの結合は、どれだけの生理的応答を誘発できるかと、生理的応答を引き起こすのに必要なアゴニストの、 濃度の両方の観点から特徴づけることができる。高神話性リガンド結合とは、比較的低濃度のリガンドが、リガンド結合部位を最大限に占有し、生理反応を誘発するのに十分な濃度であることを意味する。重要体の神話性は、阻害定数、または基地で測定される。リガンド神話性は、競合結合実験から IC50 値として、 間接的に測定されることが多いが、ここでは、基準リガンドの固定濃度の50%を、置換するのに必要なリガンドの濃度が決定される。基地は、チェンプルソフ式を用いて、IC50 から推定することができる。リガンド神話性は、蛍光症候法、等音的低熱量測定法、表面プラズモン共鳴法などの方法を用いて、乖離定数として、 直接測定することもできる。低神話性結合とは、結合部位が最大に占有され、リガンドに対する最大の生理学的反応が達成される前に、リガンドの比較的高い濃度が必要であることを意味している。右の例では、二つの異なるリガンドが同じ受容体結合部位に結合している。示されているアゴニストのうちの一つだけが、 受容体を最大に刺激することができ、従って完全アゴニストと定義することができる。生理的応答を部分的にしか活性化できないアゴニストは部分アゴニストと呼ばれる。この例では完全アゴニストが受容体を反最大に活性化することができる濃度は約50から9モルである。受容体の結合親和性が異なる2つのリガンド。結合親和性は タグ付きリガンドとして知られる、放射性標識されたリガンドを用いて、最も一般的に決定される。同種競合結合実験では、タグ付けされたリガンドとタグ付けされていないリガンドとの結合競合が行われる。表面プラズモン共鳴、二重変更干渉法、マルチパラメトリック表面プラズモン共鳴のような、ラベルフリーであることが多いリアルタイムベースの方法は、 濃度ベースの圧性から神話性を定量化するだけでなく結合と乖りの速度論や後のケースでは結合時に誘導される構造変化からも定量化することができる。また MPSPR は独自の光学的セットアップにより高塩分乖り干渉液中での測定も可能である。マイクロスケール熱営動法は固定化を必要としない方法である。この方法では リガンドの分子量に制限されることなく、結合親和性を測定することができる。リガンドとレセプターの結合親和性の定量的研究における統計力学の使用については、構成分配関数に関する包括的な記事を参照のこと。結合親和性のデータだけでは、薬剤の全体的な効力を決定することはできない。力化は結合親和性と、 リガンド有効性の両方が複雑に絡み合った結果である。リガンド効果とは、標的受容体に結合した際に、生物学的反応を引き起こすリガンドの能力と、この反応の定量的な大きさを指す。この反応は、生成される生理学的反応に応じて、アゴニスト、アンタゴニスト、または逆アゴニストとなる。選択的リガンドは、 非常に限られた種類の受容体に結合する傾向があるのに対し、非選択的リガンドは複数の種類の受容体に結合する。このことは薬理学において重要な役割を果たしており、非選択的である薬剤は所毛の効果を発生させるものに加えて他の複数の受容体に結合するため、より多くの悪影響をもたらす傾向がある。 素水性リガンドと素水性タンパク質との複合体の場合、親和性の決定は、一食い的な素水性相互作用によって複雑になる。一食い的素水性相互作用は、リガンドの親和性が高い場合に打ち勝つことができる。例えば、p i p には、p i p に依存性イオンチャネルに高い親和性で結合する。ニカリガンドは、不活性リンカーで連結された2つの、 薬物様分子で構成されている。ニカリガンドには様々な種類があり、ファーマコフォアが何を標的とするかによって分類されることが多い。ホモニカリガンドは同じ受容体の2つのタイプを標的としている。ヘテロニカリガンドは異なる2種類の受容体を標的としている。バイトピックリガンドは同じ受容体上のオルトステリック結合部位とアロステリック結合部位を標的としている。 科学研究では、需要体に量体の研究やその性質を調べるために、ニカリガンドが使用されてきた。このクラスのリガンドは、オピオイド需要体系の研究中に、フィリップ・エス・ポート・ゲイゼイラによって開拓された。また、コナドトロピン放出ホルモン需要体については、ミヒャエル・コンシラによってニカリガンドが早くから報告されている。これらの初期の報告以来、カンナビノイド、セロトニン、 オキシトシン、メラノコルチン需要体系、および GPCR エリシー系を含む様々な G タンパク質強薬型需要体系に対して多くの2カリガンドが報告されている。2価のリガンドは通常1価のリガンドよりも大きくなる傾向があり、したがって薬物様ではない。多くの人はこのことが臨床現場での適用可能性を制限していると考えている。 このような考えにもかかわらず、全臨床動物試験で成功したことを報告しているリガンドは数多く存在する。2価のリガンドの中には、1価のリガンドと比較して多くの利点を有するものがあることを考えると、2価のリガンドは臨床的にも利点を提供する可能性がある。タンパク質のリガンドは結合するタンパク質差の数によっても特徴を付けられる。 モノデズミックリガンドは単一のタンパク質差を結合するリガンドであり、ポリデズミックリガンドはタンパク質複合体に多く存在し、複数のタンパク質差を結合するリガンドであり、典型的にはタンパク質の界面、またはその近傍に存在する。最近の研究ではリガンドの種類や結合部位の構造がタンパク質複合体の進化、機能、アロステリ、 ホールディングに深い影響を与えることが明らかになってきている。特権的や芝とは基地の医薬品や生物学的に活性な化合物の特定の配列の中で統計的に再現性のある分子骨格や科学的な部分のことである。これらの特権的な要素は新しい生物学的活性化合物や化合物ライブラリーを設計するための基礎として使用することができる。 タンパク質にガンド間の相互作用を研究する主な方法としては、流体力学的手法や熱量論的手法、分光学的手法や構造学的手法、そしてコンピュータによる分子シミュレーション手法などがある。その他の技術としては以下のようなものがある。分子シミュレーションによる解析法スーパーコンピュータやパソコンの計算能力が飛躍的に向上したことで、 タンパク質とリガンドの相互作用を計算科学的に研究することが可能になった。例えば、ガン研究のために100万台以上の一般的なパソコンを世界規模でグリッド化したグリッド .org というプロジェクトは2007年4月に終了したが、その後、ワールドコミュニティグリッド、フォールディングホーム、ロゼッタホームなど様々なプロジェクトが進んでいる。ありがとうございます。